ざいます。あ、おはようございます。どうした？朝起きたらなんですけど、ちょ、めっちゃ目腫れてるっていう。何？めっちゃ目腫れてるっすね。待って、何それ？どうしたの？わかんないんですよ。いや、モノモライじゃない？昨日ぐらいから目痛いなって思ってたら、それモノモライだ。あら、右目が、なんか右目が半熟トマトになってた。すごい面白い話あるんですよ。え、縦面とケンスケと、え、ケンスケ話したの？全然話した。タダメントルとケンスケでホテル泊まってたんですよ。とりあえずタダメが臭すぎるからベッド2個あって、ケンスケと俺で寝て、タダメがこうなんか入りたそうにしてたけど、臭いからダメですって言って、タダメが床で寝てたんですけど、すごいんです、足が臭すぎて寝れないんですよ。いや、ほんとマジで絶対いや、笑ってるけどマジで笑い事じゃないからね。ほんとに2人でガチ切りしてて、匂いがもう部屋中にこもっちゃって、足の臭さが寝れなくて、結局なんか2時間ぐらい寝れる時間あったのに40分しか寝れない。いや、マジでほんとに睡眠障害になるはずなのに、あいつなんか寝まーすって言ったら3秒で寝るし。よし、じゃあタナチ、はい、開封してくれたまえ。はーい、今日持ってきたのはこれです。いや、これまあ普通に安かったから、まあでも日本はない、もう海外を持ってきた。まあどんなゲームなんかなと思って、あの内容見ようとしたんですけど、ゲームに関することが一切書いてない。おのおの遊べってことですか？いや、でもなんか7歳大体わかるけどぐらいだからいいんじゃない。よくわからん、なんでかわかんないですけど、この男の人飛んでるっすよ。うん、多分なんですけど、黒ひげ的なイメージなんですけど、なのでちょっとそれを開封して今日ちょっとやっていきたい。はい、はい、ちょっと、あ、これで全部ですね。なるほど、変ですね。まだ日本語だよ、説明書。あ、来た来た。で、ラクダの荷物の前の方にアリババを慎重に座らせます。アリババっていうらしいですよ、こう真ん中にしっかりさせて、アリババ、これアリババ慎重にね。でしたらカードを、じゃあ田中将軍、はい、シャッフルしてください。シャッフルしました。そうするとじゃんけんが判定します。はい、最初はグーじゃんけんぽい、あ、ぽい、あ、ぽい、あ、ぽい、じゃあ、ダッパでは、1枚引いてください。ドロー。なんでしょう。スタンバイ、メインフェイス。なんだこれは。これだ、鍋ですね。鍋だ、鍋の2って書いてある。ここに書かれてある荷物をかけていくのはまあ間違いなくて、はい、かけてたらカードに書いてあるポイントをゲットできるらしい。ああ、じゃあ簡単、大したことないカードだね、多分2だから。で、なんか荷物が落ちたり、このアリババさんがビャーンって飛んだり、このラクダが立ち上がったりすると終わり。じゃあ早速かけますよ。ほうほう、かけるんだ。で、次 Y の番ですか。はい、行きます。はい、お、カゴ、3ポイントか。カバンじゃない。ごめん、何2点ゲット。あ、え、数字だけの場合は何もしないでポイントでゲットできます。いいな、いいな。ずるい。認識してます。何もしなくていいの、これも1回休み。待って、この人数で1回休みはないよ、本当に。いきます。はい、あ、ランプですね、これか。はい、でっかいのに難しいんですね。あ、1点なんですね、かわいそう。ほんと立ち上がるのか、これ。なんか立ち上がる気配はないですね。ないな、これは。ほい。あ、お、また1点。どこでもいいんだよね。あ、もうどこでもいいらしいっすよ。はい、結構雑にいきますね。戻せられません。あ、ねえ。ねえ、インチキしてる、インチキしてる。もう2ターン、2点しかないじゃん。ですけど、初めてかけるのにさ、もうこれでオアの可能性あるってことですか。かけれんよ、かけれんよ。ギター侍。ソードです。ソード何点？ソード1点。はい。え、これ本当に大丈夫？多分。50点とかねえのかな。はい。カバン？何これ？何点？2点。やばい、同点じゃん。お、助けて。2点。これいっか。え、俺やばくね、これ。終わりだね。嫁さん今何もしないで5点だ。ずるすぎる。3点。インチキよ。何言うのかな。絶対落ちる。絶対落ちるわ。絶対落ちる。絶対落ちる。ああ！ああ！びっくりした。びっくりした。結構ハードに飛んでる。いや、やばいな。てか俺が優勝。メンタルがポポポポポつってる。うん。はじめさん電話来てるじゃん。あれ、ポポポポだ。日常すぎん。え、怖いんだけど。一回誰誰。フェイスタイムで電話かかってる。やば。ビデオ通話っすよ、しかも。出ます。え、わかんない、怖い怖い、無理無理無理。誰からかかってきたかもわかんないですよね。そう、フェスタイム。あ、でも、多分登録されてない。ちょっと調べます。で、フェスタイムかけてくるモードなんているの？初めてです。なんか外人はよくやってるイメージありますね。ああ、スタッフとかなんかそういうイメージあるよね。そ
そう、いつもビデオ通話で喋ってる。フェイスタイムのそんな迷惑電話ある？てか、唇に塗ってんだよ、そいつ。上だけメスってこと。立ち読んで読んで楽だぱっと見剣なお子なんだよな。確かに楽だ楽だ。嫌われてますよあれ楽だ楽だ。おお楽だ。おお楽だ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 。ここで突然なんですけど、はい、ウームでスマブラ大会があるんですよ、はい、おおで来週なんです実は、はいはい、お僕思ったんですよ。何もせずにウームトップの座を渡していいのかと。で結構みんなスマブラやってるじゃないですか、ドドン。一人で行くのはちょっとあれだなと思って、ドドン。畑の人たちも連れてっていいですかって言ったら、いいよって言われました。ドドン全員行っちゃっていいんですかと思うじゃないですか、はい、そこなんですよ、うん、僕あと2人ぐらい連れてっていいかなと思ってまして。はじめさんプラス2ですか？プラス2です。あと2枠大会、ウームスマブラ大会、はじめアミューズメントパーク枠予選大会、予選大会決めましょう。あと2人よいか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 よ。じゃあとりあえず誰が何使うかだけ。はい、はじめさんがピチュー、イエー、ケンスケがカムイ、カムイ、トメイトーがリトルマックで、大地くんがフォックス、イエーで、ワイがクロムで、陽平くんがインクリング。はい、ということで第1回ハップスマブラ予選対決地区インハップは、はい、トーナメント2回あります。はい、で優勝者を2人決めます。はい、でその2人がはじめくんと一緒にスマブラ大会に参加します。はい、もしはじめくんが優勝者だった場合は、まあ、2位の人1人もう1回どうぞ。ああ増え続けるんですね、大会が。要するに、まあ、優勝者決めるまで、はい、2人出るまで。はい、ということで1回戦目がケンスケと友高。おお、はい、おー、はい、ゴー。皆さん何も気にせず全力出してください。はい、3期だからね、うん、確かに長いっすね。3期だから運命できなそうなんだよ。さあ始まりました第1回。早いんだよな、リトルマック。え、なんで。おお2時間取ります。こういう時だけ本気でクロムやってんの。トモタカもやっぱりリトルマックなんですね。やばい。得意の突然のビーウェイ。突然のビーウェイね。もう最悪だよね。やばい。逆に上手い人ってこういうのについていかない可能性がある。あ、やべ、やらかした。これやばい。お互い完全に。あ、うわー。あ、帰ってきた。やべ、素晴らしいダメージで続いております。おいしょ。やべ、マジミスった、マジミスった。あぶね、一滴で緊張するな。うわぁ、なにこの互角の戦い。わぁ、あ、飛んだ、あ、飛んだ、よしよし、飛んじゃった。先生、先生、あ、やばい、煽ってる、煽ってる、煽ってる。まあ、でもここいや、もうなんで見てるこっちが聞いてるんだろう。ケンスケもすごいよ、だって普段一番弱いのにやるときはやろうと思う。今互角やってるもん。やべ、もったね。プレッシャーかかった時の手先がどれだけできるかだよな。いやー、もったねえな。やばい。やばい。それ、リトルマックで危ないな。いや、マジ危ない、危ない、危ない。すごい、なんだろう、なんだこの一試合。やばい、やばい、やばい、バカバカバカ、やめてよ、もうやばい。すごい、ね、やばい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 、勝負すぎる。伝わってほしい。やばい、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 マジか、刺さんない。あ、まずい。よいしょ。ケンスケ落ち着け。どうぞ。落ち着いてき、落ち着いてき。マジか。やばい。やばい、やばい。わからんぜ。何それ。やばい。やばい。一発が重すぎる。一発が重すぎる。よいしょ。ガードうめえな。ガードうまい。完全これ帰ってこないから逆転ありやな。
うわ、なんでや。どうなる。ゲスト。やばい、やばい、頑張って、やめて、やめて、やめて。やめると思った。はい、じゃあ。やばい、超楽しい。さあ、2回戦、パナッチと、ゲスト。やばい、やばい、超ゲスト言わないで。超楽しい。わかんないね。いや、わかんないっすよ、これ。3期ってのがポイントだね、これ。あ、なんか飛んだ。5分っていうのも意識しないとね。そう、うん、さあ、飛んでさるかな。さあ、飛んでさるじゃん、リトルマック最強じゃない。いや、そんなことね。ガードされちゃうんですよ。練習でやんないとやばいのかな。早い。まあ見てて緊張するな。早い。早い。早い。3機あるから。マルスなんだ。黒もな。はい。うわロイじゃないんだ。早いそれ。光線中。え、何？うん。そして時間がいよいよ半分になります。さあ、サドンデスもそろそろ。いいか。サドンデスも見えてきましたね。さあ、どちらも速い選手が。速いな、それ。まあ、ブラスコンビネーション決まってきますね。完全に下から登っていく。マベコも速いそう。さあ持ち前の速さを生かして緊急回避が決まっていく。さあスマッシュ入る。うわ速い。ブラストが決まる。何が起きた今本当に見てなかった。そう、あの、モードビーストうまい。追撃はうまい。モードビースト。オーケーオッケー。わー、ケイジで逆転。さあ、ダメージ稼いでいく。さあ、タナッチがラスト1機でこれはちょっと痛いですね。痛いね。早いうちに決めていきたい。おっと、スピードを生かしていますね。ダメージが重ねば、サドンジャスと言うても逃げ切るのをタナッチは視野に入れてもいいかもしれない。1分か逃げが続いた。1分かは長いっすね。で、まだ70秒。うわぁ、加速決めた。あと1分です。さあ、1対1に持ち込んだ。フォックスがかなり優勢。大好きな優勢。あ、おっと痛い。あ、待って、余分なことするの。おぉまずい。やばい、あと40秒。
頑張れ。見てて、緊張する。さあ、追撃したいところ。うまい。あるぞ。あと30秒、あと30秒。30秒ある、わからない。ワンチャン頼んだやつあるよ、これ。さあ、一発で消極的なプレイになったら飛ばされますね。そう、読み合いが始まる。スマッシュ一発で決まりますね、これはもう。ここまで余裕があると。怖い怖い。さあ、マーベラス気持ちいく。おっと、なんだ。さあ、残り間もなく10秒。やばい。リトルアクターインクリング。みんなあーってなって見てなかったもん。大本命傭兵くんですからね。ここに…待って、オレンジかよ。一瞬報わなければならない。青、赤がいいっすね。紫。おっと、でかい一発が。静かな戦場。おっと、ワンチャンあるぞ。あー、止まった。早い早い。よし。うわー、スーパーマン。あー、ちょっともっと取れる。おー、決まった。よし。おっと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 。うわ、これ手、手めっちゃ緊張する。やばい。よいしょ。うわー、わからん。待って、これすごい緊張だね。やばい、超緊張する。ちょっとコックスコンビネーションもらって。つけ焼きばかり。よし。やばいやばいやばい。手震えるんだけど、これ緊張もそうなんだよね。たまった、たまった。おおおお、マジでいいし。マジでわからんぞ。いやー、いてーいてー。おっとー。だっていい試合しか生まれんのか、今日は。やばい。俺らが苦しめられた。つかみ、それだ、つかみ超うまいんだよ。おいおい、やばいやばいやばい。はめられてる、はめられてる。やばい、飛んだ。大丈夫大丈夫大丈夫。落ちて。 KO 終わるよ。 KO 終わる。めっちゃ手震える、これ。よろしくお願いします。こちらでいいですか。カメラこっちが。カメラで行きたい。落ち着け。あれや、落ち着け。行きます。お願いします。お願いします。ほいほい。さあ、始まりましたね、準決勝2試合目。はじめくんのシュートを放ちのフォックスです。違う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 。俺誰かでか分かってない。のフォックスです。見事さっきサドンデスで勝利を挙げた大輝くんのフォックス対絶対王者のシュートといったところでしょうか。ダメージリードはやはりシュートが奪っていく。早いねなぁ。 どちらも早いキャラなので、うん、追撃をかわしていきます。うわぁ、それ何。さすがといったところでしょう。このショージャンプ、大ジャンプを組み合わせて追撃を狙っていく。あーっと、崖はピカチュウが強い。あー、うまいなぁ。慎重な。やばいやばい。雷を出せないです、ね、待って、やばい。ここからはあー、入るぞ。
このコンボ強烈マジ強い本当にそれあれ何度やられたかしても着地狩りされるんでもうほぼ未来ないですねさすがのはじめさんですねうわーそれそんな長い普通にこの辺で一回2に持ち込めればまだお母さんあー今に投げたかったところうまいあさあまだわからないわからんわからんわからんわあそれすごいなあー通れたのねあーなんか乗ってるのが強いたぶんピカチュウ突っ込みやすさがあるのでこっちはそれをなんとかいやしかし翔太あー決まるか危ねあー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 大丈夫大丈夫マスト早く狙ってるところまだ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 しかしはここで掴み台を狙ってくれるポイントですね落ち着けいつも通りだ大丈夫大丈夫ちょっと後でも倒せますかうわいや確実にダメージを重ねていくピッチもうね倒そうってアド取りに来る動きだねもうそうですね完全にやっと3機の戦い方してますねやべあもう一発でいいんだけどねうわぁ144うわぁまだ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 あ、の着地を狙っていやしかしケース逆転してくるくるくるあぁーそんな落ちんかあぁ大丈夫それでぶっ倒した相手を油断させるってさぁもうこれは大変いやまだ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 俺は1分逃げ切るあその作戦で倒して1分逃げ切ればよしやばいあと1分逃げ切ればオッケーオッケー逃げ切りますサドンサドンですって落としたの言葉が成り立っちゃった確かに実証画面では徐々に加算されてるあっまだ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 やだやだやだまだ全然わかんない。危ねえ。全然わからんで、これは。決勝戦来ました。決勝行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ、一回目のトーナメント決勝戦。はい。はじめくんのピチュー対、ワイのインクリングで。当たると終わるんだよな。テレビの実況するんですよ。これあれなんですよね。これで、はじめさんが勝ったら、この大会なかったことになりますからね。やばいやばい。一発が出発ぐらいそうなんだよ電気してやばいんだよやっちゃった落ち着いてるようわぁいやー俺の近くからやるやば復帰強すぎるでしょなんか恥ずかしいそれどんなに離れても電撃があるんでリングが止められないですね。ああ早いし。それだ、これ、いきめよこれうわぁリンクを貯めていくー
あ、やべ、やった敵に対比読みどうぞ。あ、短いか。やばいもん。早い。やばい、逆。うわー、きついな。まだか。ピッチ、急いでくれ。受傷ダメージが。やばい。死んだな。きついなぁ。うわーい。ゴーさんはきついな。追いついちゃったよ。おお。でかいな。あ、逆だったー。あー、開けた開けた。うわ。うわあ。決まったー。なんでこの技。なあ、今やばい、電光石火ミスだった。電気石火ミスじゃないもん。トップ決まりました。決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、マジで。涙出たんだけど陽平君は1週間鍛錬を積み重ねてください。個人で出るわけじゃないんで畑としてでのちょっと何恥じぬようにそうです。ただもう一回あります。もう一回やりますよ。次の試合いきましょう。はいはい、じゃあ第2回のトーナメント、もう一人の枠を決めるトーナメントです。はい、はじめさんと陽平君は一番強いキャラじゃないキャラを使うことになりました。はい、2回目いきます。はいはい、1回戦田中地対はじめ君で、だけっか。ちょっとビートルマックに、ビートルマックにリベンジしたいところではある。あ、緊張したもんね。めっちゃ危なかった。いや、俺は普通に、いや、手を一発だったんだよな。あ、静かに拡大が始まってます。プリンのそれが、すごい、やばい。連打が強い。ただ、その飛びやすいっていう。いいぞ、いいぞ。いいよ、まだあるよ。うまい、うまい、綺麗なカウンターですな。うこのふわふわが強いですね。そう、ふわふわがマジで強い。長いんだよね、判定が。やばい、うん、重いね。またいい勝負してますね。やばい、やっちゃった。大丈夫だな。もったいない。逆にリードを取っていく。さすが。ずる。あ、いやずる。あ、寝ないの優しさ。やばい。あの距離で当たっちゃうのやばいな。意外と面白いんだよね。範囲が読めないんですよ。あの近寄れないよね。近寄れない。すげえマジで。あ、うわあ、やっちゃった。いやー、これは。よっしゃー。すごすぎる。あ、ちょっと。マーベラスコンビネーションがさっきの人に比べて当たるんね。うわ、何それ、何それ。うわ。あ。
やばい。それは食べそう。まだある。あ、うわ入ってこれ。あ、復帰できない。なんということだ。いや、圧倒的に強かった。これは強すぎる。いやらしいだろう。これは強すぎる。やり意味なくない俺とこ。さあ、2回戦桃鷹のリトルマックと大地くんの健介。小学生大地くんの全国大会になった。よろしく。スリー。やめてください。最後押してます。よー。あ、ちょっとね、してない、してない。いや、でも楽しそうにやったらよかった。楽しそうだってね、ほんとに。いや、おもろい、あれおもろい。早い。うわ、なに。いや、これ戻り。ああ、なるほど。うわ、なにそれ、両方。リトルマックマジ強いんだよ。早い。いや、それ重いなー。やばい、大さんがちょっと慣れてないですよ、もう早さに。やばい。マジ。あ、危ない。うそ、待って、やばいよ。やばいな。やばい。なんだ、頑張って。任せ。完全に掴まれてるね。勝った方と俺か。涙、涙、涙。やばい。細かいのやっていくしかない。ブラスター打ってても、すぐ来ちゃうもんね。1秒なきに。あー、結構溜まっていく。 0.2 秒でやばい、これ一発だよ、これ多分決まったら。怖い。早いよ。ここ、やってしまった。ここってなんだ。格闘技だと思ってるもんかね。スマブラは格闘技。スマブラは格闘技ですね。やばいやばい、これほんとやばい。友達のモノマネはスマブラの成績で出たって説あるから、ね、それ殴られたんじゃない。あ、リトルマックに、うん、やっぱあれが何あってますからね。話す余裕あるもん。あ、危ない。あっと、いやー、くそ、待って待って。圧倒的強さすぎだよ。おあ、これ帰ってこないんじゃないか。これちゃう。なに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 。逆にリトルマック復帰が強くなってんすよ、今回、今作。なるほど。 KO で決めるのか、この男。あ、一本持って帰りたい。まだ、バイバイ。圧倒的すぎた。一気も減らすことなく。強いな。リトルマックは無理。さて、やるにやるのか試合が始まりました。ここで次どこと当たるかよ。63、まだワンチャンあります。起きろ。飛びやすいキャラでしたね。眠る強いんですよ。眠るがやばい。やべえ。ここもなんか楽にやってるかね。これ緊張すんなー。ボコボコにやめた。あ、ここ再戦か。そうなんですよ。さあ、前回の反省を生かせるか、健介。では皆さんお願いします。どっちが勝つじゃないですか。はじめくんに負けたらその人が、はい、じゃなくて3回目優勝者が出るまで、あくまではじめさんと陽平くんのどっちかに勝たないといけないっていう。やばい、超えなきゃいけない壁があるって。落ちた。いや、やっぱりリアルファイト好きなんで。こういう戦、地上の戦闘向いてるんですよね。絶対グラフィンのファイトクラブ。野生のね、勘でね、かわすっていう。で、次もね、このゲームとまず喧嘩と思えば。そうですよね。ラグビーよ、これ。長っ。やばい。やべ、それ決められてきてる。意外と上のあれもないんだよ、判定が。うわ、強っ。いや、でも言うて互角よ。うん、あ、やった。ちょっとテンポすごい。まだまだイーブン。そうそう、カウンターの。あ、帰ってこないよ。そう、もうちょっと頑張れば。やらんことよ。忘れた頃に。忘れた頃に。やらないんだろうなって思った時に。長いよ、これガード目だけって。うわ、どっちかミスった。最悪。うわ、マジか。あーやべやべ。健介落ち着け。行くやつか。こっち剣持ってっから。それな、こっち武器で戦ってっから。おっしゃ、マジか、刺さんねえ。リトルマックあれだけど、道具の中にめちゃくちゃベリケンさっきみたいな。やばいやばい、待って、やばい、やるかした。悪いやつ。マジで。途中ですよ。初めてのプリンがどこまで。やばい。すいません、まだ
じゃあってますか。あ、やばい、飛ぶよ。いや待って、ね、もう一機やんなきゃいけない。飛ぶよ。もう一機やんなきゃいけない。やばい、無理だこれ。これやばいな、これやばいな。残り3秒。やばい。なあ、出た突然の BUA。 うわ、じゃあ今ね、追いつできたんだよね、勝利。あ、落ちた。あ、帰ってこれない。なあ、もうなんとなく序列が見えますね。友田がめっちゃリトルマックやってるんだよ最近。最近ボクシングずっとやってるんだよ。友田が勝てばここを超えるんだ、はい、いやもうピチューだよね。ラッキーよ。ラッキーセロンだよ。ではよろしくお願いします。ここで友田が勝てば2枠決定です。頑張ってください。完全にアウェー断じて手を抜かん。いやではね、でもね、速さ的にやばいんだよね。この3人結局今ね、すごい3人なんだよね、うん。逆に安心して送り出せすぎる。この3人が行く分には俺らが勝っちゃうと逆に不安だ。そうそう、だからおっ、あ、やっちゃったお、ちょっと振り返るの俺だよな。あるみたいな。いや、つい、あー、なるほどね。空中戦に押し込めるの強いな。あー、さすがに。いや、さては、あ、これ帰ってこれないんじゃないか。うわ、上がある。よし、やばい、うまい。いや、まだコロリン、コロリン、うまい。わからんよ。うまい、うまっ、うまっ、めっちゃうまい今の。冷静、冷静。ちょっと今やばい、やばい。勝てるよ、勝てるよ、これ。おー、さすが。さあ、プリンが跳ねる。いい勝負になってきましたね。ケンスケ、ケンスケ、心境。いや、どちらにも頑張ってほしいですね。うお、すげえ、さすが2回。ピン、ピ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 リンの目が。ピリン黄色になってたよ。いや、ポケモンあるあるよね、ポケモンザスがある。ピリン、これあれだよね。いやー、あー、間に合う、間に合う、間に合う。いやー、一発分。これまずどうなって決まっちゃうよ。うお、あ、これさすがに無理。いや、ギリ返してくれます。あ、やべ、帰ってこれ。おっと、2回戦が見えてきた。さあ、いや、でもこの一発が早すぎるんで、ここでこれが焦らずダメージをいかに与えれるか。そうですね、2機あるんで、はじめくん、ちょっと、わー、一発がね、重いんだよね。さあ、ここはもう格差つけないなって感じだね。あ、もう一発。トモト焦ってるから。確かに一気で早く倒したい、早く倒したいっていうね。そこの裏がうまいこと。まだ一気あるので十分な。さあ、やばい。いや、これ受けんの、いきなり受けんの強いな。あっと、やばい。空中戦に持ち込むとまずい。うまい。床が見えない事件簿。あ、寝ちゃった。あ、寝ちゃう。よし、まあ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 、仕事したプリン。おうおうおうおお。だが、しかし、だがし、やばい。おおお、ワンチャンある、ワンチャンある。どうなってしまうんだ。あ、いいぞ、落ち着け、落ち着け。よし、おお、あ、待って、こっちまで行きゃいいよ。あっ、おめでとうございます。いや、すげえ、すごい、めちゃめちゃ一致した。綺麗な逆転になったな。いや、うまかった。ということで、はじめくんに連れてってもらえるのはこっちです。こっちです。頑張りましょう。頑張りましょう。いやー、頑張ってください。これね、実際今うちで強い3人、本当に強い3人、うん、だからね、うん、よし、この3人だって言う。3人行ってこい。ちゃんとこれで良かったみたいな感じだったね。割としっかりしたパーティーで。ただ本戦はこっからなんでね。確かにね、これ予選です。予選です。出るからには畑の名に恥じぬように頑張っていきましょう。よっしゃよっしゃ